メン75香港マカオロケシリーズ、その第1弾は国際都市香港に日本で銀行強盗に奪われた5億円の一部が現れた。九龍のショッピング街、霊山通りの豪華な宝石店、中国人と結ぶ闇ルートに絡んだ警視庁外事課刑事2人を追って G メンも香港へ飛び、新しく加わった麻薬係の女性 G メンと接触、初夏の香港マカオを舞台に犯人の足取りを追跡。どうしてあんなことしたの？俺はどうしてもツトムを助けたかった。ツトムのことは言わないって約束でしょ。あんな小さな体でよく心臓の手術を二度も三度も。自首してちょうだい、ツトムのためにも。華やかなビクトリアピークで迎えるその悲劇的な結末。さらに第2弾はニューフェイスの女性 G メンが中心となって麻薬ルートを追うが、運び屋は死体となって浮かんだ。香港警察の警部と協力した女性 G メンは不気味な香港の裏町や水上生活者タンミンの区域に潜入したが、難民地区で危うく襲われたと中国の医学生に救われた。だがそのクリニックの所長と娘が抱く秘密はマカオの丘の上にある教会へとつながり、女性 G メンと因縁の糸が絡み合う国際的暗黒のストーリー。東洋の真珠香港に夕日のマカオに繰り広げる G メンの大活躍。 G メン75香港マカオロケシリーズ第1弾第2弾にご期待ください。